どうも、はじめまして、猫の目です。普段は猫の目カフェという YouTube チャンネルで、お菓子作り系の、レシピだったり、ちょっとこうパティシエに関することだったりっていう動画を上げているものです。で、今回そのお菓子つながりっていうことで、森永製菓さんとのコラボっていうことで、こちらのチャンネルに出させていただいております。で、何をするかっていうと、もちろん、お菓子を作る。で、その森永製菓さんの、こう材料だったりお菓子だったりっていうのを使って、ハロウィンに向けてかぼちゃのブラウニーっていうのを作ろうと思います。材料だったり分量だったりっていうのは結構真似しやすく作りやすい感じのレシピにしてみたので、早速作っていきましょう。そしたら材料紹介の前に、型の準備をしておきます。お菓子作り、型の準備ってめちゃくちゃ大事やけん、とりあえずめんどくさいけどこっちを先にやっておきましょう。で、今回使うのがこの 15cm の、角型なんですけど、でそういう型持ってないよっていう人はなんかこういうバットとか、ちょっとこのバットはでかいんやけどさすがになんかうまいサイズのバットとか、なんかそういうのでやって OK です。ちょっとね、逆にこれよりちっちゃくなってもその分ちょっと背の高いブラウニーになるだけやけん、なんかね意外と適当で大丈夫です。でこの型にこうやってカットした、クッキングシートを敷き込んでいくんやけど、これちょっとバターとかを型の内側に塗っておくと、こう型に入れた時にここがピタッとくっつくんで、こうなんかニャーってならんけんすごいやりやすいです。はい、こんな感じ。はい、そしたら使う材料が、こちら、無塩バターと、かぼちゃで卵、ホットケーキミックス、ベイクで、バターはこれは無塩バターっていう塩を使ってない、しょっぱくないやつで、かぼちゃはこの後切ります。で卵は、1個で大丈夫なんやけど、一応グラムで言っとくと、50g です。これはで森永製菓さんのホットケーキミックス、今回これ半分だけ使いますやけんね、ちょっと半分残って、申し訳ないんやけどホットケーキでも焼いてください。で最後にベイクで、このベイクっていうのが、てか食べたことあるみんな？これ俺めちゃくちゃ好きなんやけど、めっちゃうまいんよこれ。なんか焼きチョコって言って、エアインチョコみたいなものに近くて、ちょっと軽めで香ばしさが結構ある感じのやつなんや。香ばしくって書いとる。でこれが、焼きチョコ、このなんか手で溶けず安心って書いとるので、溶けんのよね。その加熱してもなんかドロドロって溶けていかんけんっていう性質を使って作っていくけん、楽しみにしててください。ちなみにバターと卵は室温に戻してます。そしたらまずかぼちゃのこの種と綿を取ってこんな感じでわーっと取って、ちょっと待ってね。はい、こんな感じで取って、で、今回 80g しか使わないんでいい感じに切っていきます。どう切ろうかな、こっちでいいか。でかぼちゃは硬いけんガチンってならんようにだけ気をつけて。どんくらいやろこれ、180。でこんな感じで、ちょっと小さめに切っといて、でこの緑の皮の部分は今回使わないんで、こうやって落としときます。80ぴったり、完璧。でこれは軽くラップをかけて 500W の電子レンジで1分半ぐらい加熱します。できれば途中で出して、こうなんかちょっとこう動かしてやった方がムラがないけんいい感じに。でちょっと忘れんうちにこのホットケーキミックスも半分に取り分けときます。1袋 150g 入りやけん 75g。はい、電子レンジかけてきました。で、これ熱いけん、ちょっとラップ剥がすときにバーってならんを気をつけて、で、これマッシャーでちょっとゴリゴリ潰します。はい、こんな感じで大きな塊がなければ大丈夫です。で、これ熱々のままだと使えないんで、こうやってちょっと早く冷めるようにちょっと広げて置いときます。すぐ冷めるけんで、電子レンジ使い終わったらオーブンを170度に予熱しといてください。そしたらかぼちゃの粗熱取ってる間にこのバター、もうバターはこのすごい柔らかい状態です。で、ちょっとゴムベラでわーっと滑らかにして、で、こっちのかぼちゃも粗熱取れてるんで、ちなみに粗熱ってどんくらいっていうのは、30度ぐらいだったら大丈夫です。これより高いとちょっとバターがデロデロに溶けるけん、30度とか、20何度とかで大丈夫です。冷蔵庫で冷やしとっても別に大丈夫です。で、こっちのほぐしたバターにかぼちゃを入れて、ゴムベラで混ぜていきます。あとね、これいろいろ混ぜていったら完成やけん。もうちょいで完成です。で、ここからホイッパーに持ち替えて、この室温に戻しといた卵、これを2回に分けて加えます。まず1回、ちょうど半分半分で OK です。で、こう入れた時はすごいダマダマでバラバラな感じになるんやけど、これホイッパーで混ぜるとこうやって一つのクリーム状に戻ってきます。そしたら残りの卵も入れて、で混ぜる。この卵とバターを、この卵っていう水分と、バターっていう油、これをこうやってしっかり混ぜてつなげることを乳化っていうんですけど、これをしっかりしてないと焼き上がった時に油っぽいギトギトのお菓子になったりするんで、ここはしっかり。でも今回かぼちゃを先に入れてるんで、割とこう乳化しやすいレシピになってます。そしたらここにホットケーキミックスを入れます。わーっと。で、ゴムベラで混ぜます。で、ちなみにホットケーキミックスとは何ぞやっていう話なんですけど、原材料を見たら分かるんですけど、小麦粉と、あとは砂糖と、あとはバニラの香料と、膨張剤なんで、ベーキングパウダー的なものと、小麦粉と、お砂糖とちょっと香りが入ってるっていうものなんですよね。普通のレシピだったらここにグラニュー糖を用意してとか、小麦粉を用意してとか、ベーキングパウダー用意して合わせてふるってとかっていう工程がいるんですけど、それがなくていいっていう、もうこれ合わせたら OK っていう。で、これをさっきの型に入れて、でゴムベラとかこういうスプーンでもいいけん、これでこううまいこと均等にやって、はい、こんな感じ。そんな神経質にやらんでもいいんやけど、ある程度平らやったら大丈夫で、ここにベイク。で、ベイク、ちょっと個包装やけん、これを一つずつ取り出していきます。あれ。森永製菓さんに怒られる。そしたら、このベイクを乗せていきます。なんていうの、このちょっと互い違いみたいな感じで、で少しだけこうちょっと押し込むといい感じになります。はい、そしたらこれで170度に予熱したオーブンで20分ぐらい焼いてきます。はい、そしたらこんな感じで焼けました。で、そしたらこういうなんかケーキクーラーとかいうこういうなんか網みたいなやつに乗せて、粗熱が取れるまで待ちます。はい、そしたらあとはね、もうなんか好きな大きさに自由に切ってください。なんかこの端っこを落としてもいいし、落とさんでもいいし、なんかもう4等分でもいいし、こまま食ってもいいしみたいなもう自由です、それは。やっけん、どうしようかな。ちょっとね、ここ横落とそうかな。でこのベイクをきれいに並べとくとカットが楽なんですけど、俺はちょっとあれだから切りづらい。とても切りづらい。はい、はい、こんな感じでなんかちょっとちっちゃい可愛い感じのサイズと、まあ、なんかいわゆるブラウニーっぽいサイズにカットしてみました。でなんかこんな感じでちょっと粉糖とかかけたりするとこうなんかメリハリが出ていい気がする。まあせんでもいいけど。ということでいただきます。なんかフォークで食べるもんでもない気がしてきたけど、まあまあいいでしょう。やっぱこのベイクがね、この切った時もあれなんやけど、このカリカリ感が残っとるんよね。いただきます。うん、うまい。何よりね、ベイクがうまいんよそれ言ったらちょっとあれかもしれんけど、ちょっとあんまお菓子の良さじゃないかもしれんけど、ベイクがうまいよ。で結構ベイク味感じやす強いっていうかね、こう、まあ、食感とかがある分やっぱ味ってこうダイレクトに感じやすいよね。チョコのその香ばしさみたいな。でこっちのブラウニー生地っていうのは、そんなめちゃくちゃかぼちゃみたいな感じでもないし、こうめっちゃ甘いとかっていうわけじゃないよ。やけんね、そっちを強くしちゃうとなんかこううわみたいな味うるさい感じになるんやけど、ねすごく良いすごくバランスが良い。うまい。ベイクの力に頼っとう感あるけどうまい。このねブラウニーのしっとり感とベイクのカリカリ感っていうこの食感の違いがね、めちゃくちゃいい。もう食ってしまったけどもう食ってしまったんやけど、本当にね、まあ、ベイクももちろんないけどホットケーキミックスすごいなっていう感じだって。言うてバターとかぼちゃとホットケーキミックス合わせただけでブラウニー生地になるわけやから、やっぱすごい便利よね。すごい。森永製菓さんすごいちょっと露骨にこびたけど。で結構その僕の猫の目カフェの動画としては結構難しいのが多いんですよ、ね、すごい時間がかかったり材料もなんか変なやついっぱい出てきたりとかっていうの多いんやけど、手間がかかるから美味しくなるわけじゃないよね。ただめっちゃ美味しくしようとすると手間がかかるケースが多いっていうだけであって、今回はその手間っていう部分ではめちゃくちゃ少ないけどうまいっていう、いっちゃんええやつ、いっちゃんええやつです。で、材料自体がシンプルな分、そのブラウニー生地に関しては今回かぼちゃ、かぼちゃをペーストにして入れたんやけど、じゃあそれをね、さつまいもにしてちょっとスイートポテトっぽい感じにしてみようかとか、じゃあ抹茶パウダー入れてみようとかっていう、その元の配合がシンプルな分アレンジっていうのもしやすいんで、ちょっと試してみてほしいなと思います。で、ブラウニーってやっぱナッツが乗っとったりチョコチップが乗っとったりっていうの多いやん。あれってやっぱその食感があると面白いっていうので乗っとるんよね。で、ただそれもナッツ刻んでとかさやると大変やけ、もうベイクを乗せて、でベイクはその焼いても溶けんけん、もう乗せるだけでなんか食感にもなるし、チョコレートの味っていうのも結構ダイレクトに出せるけんいいレシピ我ながらねめちゃくちゃいいレシピだなと思います。ということで今回は、かぼちゃのブラウニーを作ってみました。で、この森永製菓さんとのコラボってあと2本出るよね。これが10月に出ると思うんやけど、であと11月と12月に1本ずつ出るけん、こっちの森永製菓さんのチャンネルとあと僕の方猫の目カフェの方の、YouTube も多分概要欄にあると思うんで、そっちも登録してくれると嬉しいです。で、このレシピの、テキスト、多分実際に作る時ってテキストの方が、見やすかったりっていうのはあると思うんで、そっちは森永製菓さんの、ホームページの方に載る予定です。で、工程写真もついとって、分かりやすいと思うんで是非そっちも見てみてください。ということで、また来月会いましょう。じゃあお疲れ様でした。バイバーイ。森永